いろいろ考えていくに、スプラトゥーン、このゲームは、スポーツ的な勝利を目指す、そういうものではあってだから。大会とか、明確な目標、第三者視点としては結構、面白い。がしかし、問題は決勝、とかに行くとき、企画本来の願いは、逆に消える。自分が目指した場所に他の奴がいる。優勝者への賛美が消えていくとき、問題は、ゲームそのものの目的をも消えていく、ことで。スポーツには、まだ慣れない、ゲーム。FPS のどこが面白いんですか？それの、一つの回答と、その現実、届かない何か。ルートとしては、バカな連中がお金をめぐって争ってる。その光景であり祭りと同じく、現実でやらないために、発散するために、そこへ一旦かけると理解が通りはする、が。現実としてネット動画のカウント報酬は結局、それ、では。